人用一薬草は、筒子科一薬草属の常緑の多年草。旧分類の一薬草科は、新しいエペジー植物分類体系では、科全体が筒子科一薬草赤に含められている。根茎は細長く、地下を横に這う。葉に長さ2から5センチメートルになる細い傭兵があり、葉身は人状円形で長さ1から2センチメートル。 1> 幅1.5から3センチメートルで、長さより幅が広く、先端は、マリーカやヤヘコミ、基部は心形で、左右の基部が重なり合い、円は波状になるかわずかの低い虚子がある。葉は、薄い角質で表面に、光沢はなく、葉脈が荒い毛状となって、多少隆起し、葉脈に沿って白斑がある。同族の丸葉の一役層に似るが、 同種には本種にある葉脈に沿う白藩がない。花期は6から8月。葉の間から高さ6から15センチメートルになる。花形を伸ばし、相乗花女をつけ、2から6個の花が下向きにつく。花形に1個の小さな線形の鱗片葉をつけるが、時にない。学編は緑色で5個あり、卵上円形で先は丸く、長さ幅ともに約1ミリメートルになる。花は、 緑白色で、計約1センチメートル、花弁は5個あり、離生する。有水は10個あり、約は、花中の上部に集まる。花中は湾曲し、長さ6から8ミリメートルになり、中東は小さく後、列する。果実は、計7ミリメートルの果てになる。日本では、南千島、北海道、本州中部地方以北に分布し、低山から高山の新葉樹林の臨床や、 林縁などに生育する。国外では、サハリン、朝鮮半島、中国大陸、アムールに分布する。和名、人用一薬草は、人用一薬草の井で、葉の形が人造形であることによる。種商名、リナイフォリアは、人造形の葉のの意味。葉は、リキュールの材料になる。葉を切り取って、丁寧に洗った後、葉の2倍の量のホワイトリカーにつける。 二から六ヶ月過ぎると単行褐色のリキュールができる。この方法は一役相続の全種で同じように利用できる。ありがとうございます。